当然春に合わせて作ってるからもいっぱいありますんで、まあ、これを水濠してくれてですね、はい、次いきますね、はい、次がですねマウンテンジュニア、これ房総特に亀山ダムで春よく釣れるルアーなんですけども、これがその、亀山ダムで春使う用の、房総シークレット、はい、これもともとね、僕コモリンコパーシャットっていう、まあ、オレンジ色のカラー、大好きで作って使ってたんですけど、パーシャットあったかな、これがシャッティング X のコモリンコパーシャットで、まあ、これ亀山ダムでもあの霞水系でもよく釣れるカラーなんですが、これはねラパラのクローフィッシュかなっていうカラーを別に作ってもらったカラーなんですが、これ自身この GLX トネキンっていう、これがね亀山ではやたらと釣れるカラーです。使い込んでるのを見てもらって分かると思うんですけど、まあ、このルアーで釣ったバスは数知れず、春のガイド中とか もうこれはよく本当によく釣れるカラーで、で、まあ、このカラーでそのまま行きたかったんですけど、まあちょっとそれじゃ面白くないなと、でこれにコモリンコパーシャットの要素をちょっと混ぜたいなって言って作ったのがこの暴走してくれ、でこれ3色並べてみると分かりやすいんですけども、こういう感じです。コモリンコパーシャットのこのなんていうかマット系、光を落とさないマット系の、オレンジ金黒ベースで、まあ、いわゆる金黒にちょっとこのコパーが入ってるような、コパーというかこう、うん、輝きが入ってる GLX が入ってるこの GLX トネキン、まあ、それの要素を加えつつ、いやもうちょっとやっぱりミノとかそういった反射っていうのを使いたいなっていうのがあって、それでいてあんまりこのカラーで反射にしちゃうときついからちょっと黒みに抑えたっていうカラーで、まあ、これは結構まあどこに行ってもこれも使える暴走シークレットっていう名前書いてるんですけども、亀山ダムでシークレットにしておきたいカラーなので暴走シークレットって名前にしてますが、全国どこに行っても使えるカラーだと思ってます。ちなみにあの、ルアーバスルアーだと、一つの要素で腹折れ、腹オレンジあるじゃないですか、小森さん的にこの腹オレンジってどう考えてますか。あまり実は考えてないんですけど、僕腹パールの方好きなんです。まさか下から下目線でルアー見た時に、まあ基本的にはキラキラしてる方が反応しやすいんで、目立たせるっていうのは大事なんで、オレンジだったりピンクだったり白だったり、なんせ目立たせれば勝ちだと思ってます。まあ、例えばさっき言ったこの水濠シークレット、これパールですよね、まあ基本的にはこう下から見て一瞬目立てばいいかなというふうに考えてるんで、腹がオレンジだからいいっていうのは別に、まあでも好きな方いますよね、腹オレンジじゃなきゃ絶対ダメっていう人もいて、まあそれもあながち間違いではないとは思ってます。金黒腹折れって昔からの黒バックで金横で腹折れってあるじゃないですか、それからだいぶ派手さをちょっと取り除いて食わせやすくしてきたようなイメージなんですか、そうです。これからこれもちょっとまあ黒目の金黒じゃないですか、でこれからまたさらにちょっと明るさを残しつつ暗くしたっていう、そこでシークレット化してくるわけなんですね。そうですね、この、金黒にフラッシュを入れておとなしくするっていう考え方は逆にちょっと今にないのかもなと思ったところですね。ちなみにこれの赤い目も特に意味はないんですか。特にないですね特にないですね。もうこの後の赤くないかな、これ特に赤い目は意味ないです。全体的なバランス考えて目の色はこれでバシッと決まるなっていうようなカラーを選んでもらってますね。あ、でもそうやってローリングさせてもらうとなんか腹のオレンジが際立ちますね、以前のやつより。でもそんなにこう派手ではないですよね、でもしっかりと見える。 GRX トニック、水の中当然バスの目線に誓ってきますけど、比較的こう背中の黒いのとお腹のオレンジが明滅するだけで、ボディの明滅はあんまりこれこうそうですね、ボディからお腹にかけてがこうグラディエーション的になってしまってる、まあ、これはもっと特にそうですよね、完全なグラディーションですよね、これは比較的明滅を生かせるカラーになってるかなと思ってます。一年中暴走の亀山で言ったら一年中 OK なんですか、それともこの時期に効きやすいかもとかってあるんですか。そうですね、まあ、ルアーが変わってきちゃいますけどね、やっぱ夏場とかだとカラシとかそっちになってくるんですけど、一年中効くかなと思ってます。なんかね、この金黒を使い出した時、まあ、房総の僕が亀山温泉ホテルに入っていて、明日ミノを何色使おうかなってちょっとまあもう20年ぐらい前なんだけど考えた時に、
亀山温泉ホテルってほらチョコレートみたいな色してるんですよ水が。で昔から亀山ってなんか僕はオレンジ系がとか茶色がやたらといい思いをしてたんで、ミノもそういう色、あ金黒だったなって言って使ったのがきっかけなんですよ。でそのチョコレート色の温泉に入りながら思いついたっていうところがあって、なのでちょっとさらに亀山温泉ホテルっぽくしてるっていう。じゃあやっぱカラーメン亀山温泉ホテルの方がいいんじゃないそれじゃ亀山でしか使ってもらえないじゃないですかあとホテルにホテルからなんか言われちゃうかもしれないんで、亀山温泉ホテルバンバン台じゃないですか村松に亀山温泉ホテルってからあるけど知ってるってなるじゃないですか。じゃあこれ亀山温泉ホテルに入りながら考えたから、じゃあ亀山温泉ホテルにした方がやっぱいいと思うんですけどただどこでも釣れるんですよこのカラーね、はい、実際ね、まあ、これ版店これ X80 ジュニアなんだけど、80ジュニアでも準備されてるんです、はい、このね80ジュニアも、九州の恩田川でこのカラーってすっげえ釣れて、特にこのモリンコーパーシャットのこのシャッティング X はかなり釣ってるんですけど、で今回100にもこのカラー入るんで、100がまた恩田川がすごい強いんですよね。で暴走シークレットって書いてるんですけども、他でもシークレット的に使ってもらえれば、まあ、今回出すからシークレットで名前ついてるもの多いんですけど、決してその暴走でしか使えないとかじゃないんで、その辺はちょっと僕が暴走で思いついたから暴走シークレットで、水郷では使っているのが少なくて結構キクルアだから水郷シークレットつけてるけど、全国的に使えるからなので。ちなみにこの暴走のやつは、はい、小森さんの一年中ガイドとかも含めて回られてると思うんですけど、はい、まあ、今恩賀川っていうキーワードと、はい、まあ、暴走ではシークレット的にすごいよ、はい、他こういうとこでこの手の色すごい効いたんだっていうとこありますか。霞ヶ浦、はい、まあ、マティ系には間違いなく金黒が効くんで、それからまあ金黒っていうと琵琶湖ですよね。琵琶湖も、はい、琵琶湖もぜひ試してもらいたいんです。このやっぱり明滅をはっきり使えるっていうのの中に赤系色っていうのはちょっとまあ特にからしなんかで夏のアイジパターンとかがあるときは試してもらいたいなと。あとワンテンジュニアなんかも春効くんじゃないかなと思ってます、ね、はい、はい、